バイユーのタペストリーとは、ノルマイコンクエストをアマで作った、薄い布に刺繍によって描かれた、刺繍画である。すなわち、1066年のノルマンディー貢献、イングランド王ウィリアム一世による、イングランド征服の物語が描かれている。バイユーのタペストリーに描かれたイングランド王ハロルド二世。バイユーのタペストリーは、厳密には織物であるタペストリーではなく、布に刺繍を行って、 物語を描いた作品である。元々の寸法は、長辺約70メートルだったと考えられているものの、現存している部分は、長辺が63.6メートルで、短辺は約0.5メートルである。ヘースティングズの戦いの下りまでが現存している。11世紀のフランスとイングランドに関わる歴史的遺物であり、また当時の服装や武器、軍船、 戦闘方法などを伝える貴重な資料でもある。さらに、ハレー彗星の出現記録の一つとしても知られる。フランスのノルマンディ地方の都市バイユーにあるバイユー大聖堂に長く保管されていたが、近代の戦火による混乱の中で所在が点々と変わった。しかし、現在では旧に服され、バイユータペストリー美術館で保管、展示されている。 刺繍画の細部ヘイスティングズの戦いにおけるハロルド2世の戦士、タペストリー終盤の場面。このうちのどの戦士がハロルド2世であるかは同定されておらず、本作の謎の一つに数えられている。甘性の糸で織った薄い布に毛糸による刺繍を施すことによって絵を描いている。従ってタペストリーと称されているものの、 実際には織物ではなく刺繍作品である。天の布地に青、赤根、黄色などで染色された毛糸が使用されている。刺繍技法としては線を描くアウトラインステッチを基本に万有ステッチと呼ばれる輪郭の内側を糸で密に埋めていく手法が用いられている。本作品は全部で58場面で構成されており図柄には人物623人、 馬202頭、犬55頭、樹木49本、荷車1両、船41層、鳥獣など、様々な生物が500匹以上描かれている。また、各場面には、ラテン語の文章が添えられている。火の星出現の様子上部には、イースティミラントステラの文字が見える。本作品に描かれた物語はすべて、 ノルマイコンクエストの勝利者たるノルマンディー公ギオーム2世の主張に基づいた内容である。それはエドワード・ザンゲオーがギオーム2世を後継者とすべくハロールド・ボドウィンソンを使者として送る場面から始まり、ヘースティングズの戦いにおけるハロールド2世の戦死と敗残兵追撃の場面で終わっている。本作品は最後の2場面が失われており、幕引きの部分を見ることはできない。 約6.4メートルあったとされるこの欠損部分は、バイユーのタペストリーをめぐる謎の一つである。しかし、歴史的経緯からの推測で、ウィリアム一世の体感式の様子が描かれていたに違いないと考えられている。また、ハロルド二世がイングランド王に即位して間もない頃に、不吉な火の星、すなわち大きな彗星が出現したことも書き込まれている。この彗星は、 時の王とその敗が立つを怯えさせた。なお、この場面は描かれた物語を解釈することで、1066年3月と同定された。それにより、この天体がハレー彗星であったことが18世紀に判明した。以前は、ウィリアム一世の王妃マティルダが征服を記念して寄進したものとされ、王妃、マティルダのタペストリーと呼ばれていた。しかし、近年の研究では、 ウィリアム一世の威府帝であった梅ー司教のオドンが作らせたものだと考えられている。理由としては、オドンを含む三人の司教がタペストリーに描かれていることと、オドン司教が混流した梅ー大聖堂に当初からタペストリーが飾られていたと考えられるからである。その後、18世紀まで本作品の存在は忘れ去られており、フランス革命時には、 武器箱の大いに使用されていた。これを地元の弁護士が気づき、危うく喪失を免れた経緯を有する。1803年にナポレオンがパリに持ち帰ったが、これはイギリス侵攻の参考にするためであったという。その後、バイユーに戻されたが、第二次世界大戦中にはドイツ軍が接収した。戦後、フランスに戻り、ルーブル美術館の地下に保管されていた。 現在では、バイユータペストリー美術館に保管、展示されている。バイユーのタペストリーの現存する前編。タペストリーは、色の異なる糸が布を作成した際に、布の中に織り込まれている。これに対して、刺繍は、あらかじめ作成された布に、何らかの糸を縫い付けて作成する。AB バイユータペストリー美術館の、 公式サイトハットメセント、ヤン、バイユータペストリー、インブロイデラースストーリー、サースク、UK、マデーラスレッツリミテッド、ピアニッシモ、112、ISBN0951634852978 から0951634851。ありがとうございます。